読売ジャイアンツ編では1985年に竣工したファームの読売ジャイアンツ球場へ。そこで室内練習場のある施設に注目した真中さん。ここが土になってるんですよ。これ屋根付きで地面が土のランニングスペース。人工芝ばっか走ってるとね、ちょっと、膝とかの負担が来たりしますんで、こういう土のね、走れるところって、ね、非常にこう重要なポイントになります。番組スタッフでは気づかない、さすが元監督でプロ野球解説者の目の付けどころが違うコメントでした。気分的にいいんです、外で走れるっていうのがね。さらにこんなこともやってくれました。フラワードレスというものでして、よろしければ中に入ってみてください。フラワードレス、鼻似合うでしょ、はい、本当に合うんですか。ちょっと似合うっていうの、ちょっと本当に合うんですか、はい、あまり思い浮かばない。あすごいな。インスタ映えします。関西にこういう芸人さんいらっしゃる。この辺からね、何やっても恥ずかしくなくなる。ここでしか撮れない素敵な一枚が撮れました。コロナ禍での取材制限で番組スタッフが撮れ高を心配していた中日ドラゴンズ編では、真中さんの人脈の広さに助けられました。あ、柳こんにちは。安口、はい、柳優也投手が挨拶してくれました。柳とか喋ったことない。なんで柳明治の出身だから、多分高山のくじ引きの件で笑ってると思う。そうなの。違う、それで俺の関係ニヤニヤする。そうなの。ほら盛り上がったこと言ってる。お騒がせしました、すいません。自虐話で場の雰囲気を和らげ、盛り上げる姿勢に驚きました。そしてなんでこんにちは。なんと立浪和義監督が来てくれました。お元気ですか。元気、元気です。イライラしてる。大変ですね。やっぱ疲れますか。疲れます。疲れるというか、あのなんていうのかな、つまらんミスでこう負けると悔しいよね。悔しいですね。本気のやつ、はい、本気のやつね。いろいろ怒りますもんね。そうそうそう。もうしょうがないんだけど、いつも見させてもらってますよ、監督の顔。プロ野球の OB っぽいでしょ。立浪監督とお話できるんですか。OB っぽいでしょ。俺 OB っぽいです。日大の後輩京田選手には番組タイトルコールをお願いしちゃいました。真中満が行く。真中さんの人脈の広さのおかげでインタビューが取れて本当に助かりました。いいコメントするな俺。東北楽天ゴールデンイーグルス編では楽天生命パーク宮城のバラエティに富んだ観客席を紹介してくれました。もう抵抗なく来てる。観覧車のすぐ目の前にあったのは開放的な芝生席。これ、ね、あーこういう感じ。いかがですか。いいね、なんか公園で、うん、はい、横の草野球見てる気分。なんかプロ野球。あ、これプロ野球ですね、はい、手を後ろに置いちゃったりとかして。あ、こうやってね、はい、ちょっと硬くて手回んないんだよね俺ね。これ見て、これ技巧次第。これいいでしょ。ちょっと苦しいからやめとくけど、かなり舐めちゃうからね。じゃあ観光スポットロケでは初の温泉リポート。いや、もうロケでね、結構いろいろ歩きましたので。そういうこと言わないでよ。いいですね、最高かな。球場周りはね、真中満が行くっていうことで始まったじゃないですか。いや、でもすごいですね、仙台はね。球場周り、イグロセスもね、ある程度、数的にもね、まあ一応12球団ですからね、あの何球団もないと思うんで、その後もちょっと継続するとすると、各地の温泉巡りとかもいいよね。それどうですか。真中さんには温泉がよく似合う。地上波の温泉番組も行けると確信したロケでした。オリックスバファローズ編ではヤクルトスワローズとの因縁対決で盛り上がりました。ここはビーズスクエア。阪急ブレーブス時代から今に至るまでの球団の輝かしい足跡が展示されています。これはね、
近鉄バファローズです。はい、この頃は僕もね、もうプレーしてましたからね。ですよね。そう、北川ですよね。そうです。満塁ホームラン。代打逆転サヨナラ満塁ホームラン。そうそう。この年がヤクルトと日本シリーズですね。ここもヤクルト。すいませんね。本当にね、なんかヤクルトがガン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 引っかかるんですよ。オリックスになって初めての優勝が1995年。はい。はあはあね、ちなみにヤクルトが日本シリーズは勝ってますけどね。やめなさい。いや、なんでもないです。本当に絡みますね。でもね、すごい気の動画です。中島監督もね、いや、よかった。嬉しかったね。もう一回やりたい。いや、もう本当にね、嬉しかったですね。あれ、日本シリーズはどうでしたっけ。引っかかってくるんだよね、これね。ヤクルトでしたっけ。ヤクルトでしたよね。日本縁がある。そう、真中さんのヤクルト優勝コメントが絶妙なタイミングで入り、掛け合いが素晴らしかったです。京セラドーム大阪では憧れのあの方にも会えましたね。あら、ベルちゃん。びっくりしたね。ベルちゃん来てくれたの。嬉しい。ちょっと俺恥ずかしいんだけど。なんで。俺の嬉しさに。予期せぬベルちゃんとの遭遇に憧れだったんだ。そうなの、ベルちゃん好きなの。このリアクションがある。この表情。スローリーすることないけどね、別に。マスコットの声何回も見られる。ベルちゃん推しなんですよ。あ、可愛いでしょ、ほらね。この仕草で今日ね、グッズショップでベルちゃんのお人形買いました。これね、ブルちゃんのは買わなかったのよ。ベルちゃんのだけ1個。これうわ嬉しい。ちょっとツーショット撮ってもらっていいかな。ベルちゃんの人形も自腹で購入し、本当にベル推しと感じて可愛かったです。ノミネートロケシー見ていただきました。さあ、真中さん、いかがでしたか。いや、またいろんなことやってるけども。面白かった。そう、でもね、やっぱこう印象深かったのはね、持ってた。これ今日も持ってきたの俺。はい、ね、家から。そうそう。でこの間、京セラのロケもね、もともとこれベルちゃんが出る予定では全くなくて、スタッフさんがちょっとね、僕をびっくりさせようとして、はい、キャスティングとか呼んでくれたんですよ。で、真中さん、なんか食べててくださいとか言って急に現れたんで、はい、あのリアクション、いや、すごいいいリアクションしてましたよ。そうでしょ。ちょっと跳ねてましたもんね。そうなのよ。でね、なんかさっきも分かるけど、仕草もすごい可愛いじゃないですか、ベルちゃんって。可愛い、ベルちゃん。つばみがやきもちゃかもしれないけど、つばみちゃんが本当泣きますよ。ね、でもね、ここはね、なんか、ね、こう新鮮な感じがして、非常にこう思い出深いロケ。スタッフさんがなぜ選んだかと言いますと、はい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 、サプライズベルちゃん登場で喜んでいて、人形も自腹、ぬいぐるみも自腹、本当にベルちゃん推しと感じ、可愛かったという。まあ、可愛いってよく言われるんですけど。いや、そうですよ。これでも本当に自腹で買ったのよ。うん、オリックスベルちゃんね。あとはありますか。あとはですね、やっぱ思い出深いのはね、温泉ロケかな。温泉ね。はい。もう野球離れての温泉ね。そう、俺のね、あのシーン別に見たいかどうかは別としても、俺がやりたかった。なるほどね。そう、ちゃんと使ってもらってましたからね。そう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 、すごいですね。もうちょっと痩せた方がいいな。あ、お、あれじゃん。自分で。あ、そうですか。大丈夫、あれで。あ、全然なんか本当に熊と自然の融合みたいな感じだったんで。あの、癒され映像ではありましたけどもね。ただ真中さんとして見ると誰が喜ぶんだっていうのはちょっとどっかではあったんですけど。確かにそうだよね。はい、さて、番組冒頭でもお知らせしましたが、真中さんからの重大発表をここでしていただきたいと思います。はい、はい、なんと、うん、真中満が行くのね、番組グッズが販売されることになりました。イエーイ、すごい、すごいね。作っちゃったんですね。すごくない？すごい。グッズだよ、ね、すごいすごい、はい、ね、嬉しい嬉しい。そうなんです、番組グッズが販売されることになりました。まずは番組タイトルのロゴステッカー、そしてイラストチックなロゴが可愛い真中満を着る T シャツと、お買い物に便利な真中満と行くトートバッグの3点です。こちらの商品はスカパーグッズモールにて購入することができますので、チェックしてみてください。それでは真中さん、真中満本人が選ぶ、はい、真中って結構イケてるじゃんロケ大賞の発表をお願いします。はい、真中満本人が選ぶ真中満って結構イケてるじゃんロケ大賞は、東北楽天イーグルスの温泉ですね。あ、なるほど、東北楽天イーグルスのロケで行った
温泉ね。楽天イーグルスももちろんそうなんだけども、やっぱりあの温泉、はいはい、あれはね、思い出深いんですよ。なぜ大正に？あのね、はい、やっぱ自分自身の可能性を感じたロケだったんですよね。なるほどなるほど。はい、あのまあもちろん球場いろいろ回ってね、いろんな案内、食レポもいろいろやらせてもらったんですけど。はい、うん、俺こういうこともできるのかなと。あ、温泉もね、温泉のロケで、うん、だちょっと感じたんで、ええ、まあ、僕のこれからのね仕事も含めて、ええ、いろんなことができるんじゃないかな。確かに、だって裸 OK になったってことですよね。まあまあ、そもそもそんな NG はないんですけど、ね、はい、そうですね、ただあれでやっぱいろいろ自分のね新しい境地がね、こう見れたかなっていうところで、温泉ロケじゃなくてね、はい、東北楽天ゴールデンイーグルスのロケ、はい、正式にはね、正式に、そう、正式に、温泉ロケじゃないから、はい、正式にはね、はい、球場もいろいろ紹介した上で、そうそうそう、もちろんプラスでの、プラスで、プラスの方が勝っちゃったけど、その日のロケ。